オリビエ・メシアン、オリビエ・ユジェーヌ・プロスペール・シャルル・メシアン、オリビエ・ユージン・プロスパー、チャールズ・メシアン、1908年12月10日から1992年4月27日は、フランス、アビニョン生まれの現代音楽の作曲家、オルガン奏者、ピアニスト、音楽教育者である。20世紀前半から後半にかけて、ヨーロッパの現代音楽界を牽引した。 作曲家の一人であり、加えて多くの著名な指定を育てた音楽教師として知られる。オルガニスト、ピアニストとしても長年演奏活動を続け、録音も数多く残している。本人は作曲家としての肩書きに加えて、彼の見知からリズムの創作家を名乗っており、また新学者としても稀に見る博学者を持ち合わせていたとされる。そして鳥類学者としては、 世界中の鳥の声を財布した貴重な異形を成し遂げた。音と色彩についての言及は多く、音を聞くと色彩や模様などを連想するという共感覚の持ち主であるとされ、その詳細な記述は世界の人々を驚愕させたが、その連想を楽譜に書き込むことも多かった。フランス南部のアビニョンに生まれ、1919年11歳の時に、 ピアノとパーカッションを学ぶ動機で、パリ国立高等音楽院に入学。音楽院時代には、輝かしい業績を残しており、1924年、15歳の時にはまず火星家にて2位でプリを取得。1926年、風が及び大砲法家にてプルミエプリを取得。翌1927年、伴奏家にてプルミエプリを取得している。1928年、 モーリス・エマニュエルの講義を経て、音楽史のプルミエ・プリを取得。この時、エマニュエルより古代イギリシャのリズム及び、民族音楽の先方への知見を得ている。そして、マルセル・デュプレの下で、フランスのオルガニストの伝統と遺産を引き継ぎ、オルガン化及び、オルガン即興家のプルミエ・プリを取得。並行して1927年により、作曲家主任であったポール・デュカスの下で、 還元楽法を学び、1929年、シャルル・マリー・ビドールの下で、作曲の勉強を続け、11年間にわたる音楽院での研究の集大成として、翌1930年、作曲家にてプルミエ・プーリを取得し、卒業した。在学中より多くの作品を残し、1930年頃からは、インドやギリシアのリズム、音と色彩の関係。 鳥の鳴き声などの探求が作品に現れるようになり、独自の音楽語法として用いるようになる。1931年、22歳の若さでパリのサントトリニテ教会のオルガニストに就任。彼はこの職をその最後まで60年以上も務めることとなった。そこでの即興演奏は世界中に評判となった。サントリニテ教会にて彼は、 即興演奏家としての地位を確立するとともに、多くの宗教音楽を作曲した。第二次世界大戦中には、ドイツ軍の捕虜となり、収容所内で、世の終わりのための始終奏曲を作る。1942年、母校の家政科教授となるために、パリへ戻る。当初の彼の学生の中には、後に、彼の作品演奏の最も良き理解者であり、妻となるイボンヌ・ロリオがいた。 1959年、前妻に先立たれたメシアンは、1961年にイボンヌと再婚する。メシアンはまず音楽美学の教授に指名され、後に楽曲分析家、1966年以降は作曲家の教授となった。メシアンが退官するまでの間に受け持った学生には、ピエール・ブーレイズ、カール・ハインツ・シュトックハウゼン、ヤニス・クセナキス、トリスタン・ミューラユ、 ジェラール・グリゼーフセイン・セールメット、ナジ・ハキムなど、日本人では、別宮貞夫、八代明夫、タンバ・ーキラ、平ラ・久、シシュドムツオ、篠原真、加シ隆、福士・ノリオ、仲間信ノ二キオ、一、藤井・和夫、安田・正明などがいた。最初期の弟子だったブーレーズとの地下鉄内での会話では、この先、誰が現代を音楽を牽引していったらよいのかと悩む。 ブーレーズに対し、メシアンは何を言っているんだ、ブーレーズ君。それは君だよとさとした。またブーレーズが父から作曲家になることを反対され数学者になれと言われた時は、メシアンは音楽院の帰りにメトロに乗ってブーレーズの家までつい行き、ブーレーズの父を説得したという。そのブーレーズはメシアンの音歌と郷土のモードをもとに構造愛、通を作曲し、 同じくシュトックハウゼンも、また、音歌と郷土のモードの楽譜を何も読み返したという。数学と建築を学んでから作曲に転向した、クセガキスには、君は数学を知っている。なぜそれを作曲に応用しないのかという名言を残し、初期の修作では、出身国ギリシャの民族音楽的だった彼の、作風を全く違うものへと転換させ、数学的なグラフに基づく。 出世作、メタスタシスを作曲させるに至った。創生したフリズへの移行集には、インタビュアーの影響を受けた作曲家は誰ですかという質問に対し、私はいつもこう答えています。父なる神、こなるキリスト、精霊と、サイン一体を参照父なる神は、オリビエ・メシアンで、音楽と色彩への知見と愛を教わりました。と答えている。攻略。 ここは、シュトックハウゼン、精霊は、リゲティを挙げている。メシアンは、幼少時から、音と色の共感覚を持っていると述べており、しかも、それが、音階の一音一音ごとに異なる色に対応し、それらを複雑に組み合わせることによって、ステンドグラスのような色のモイクの感覚を得られると、主張している。また、鳥の歌にも早くから興味を示し、そのリズムや、 平均率化されていない音程に興味を持っていた。同じく少年の頃からドビュッシーに傾倒し、クリスマスプレゼントにもらった、ペレアスとメリザンドの楽譜をボロボロになるまで読みふけったという。最初期の二十歳の頃、九百二十八年から九百二十九年に書かれたピアノのための全奏曲集、全八曲は、ドビュッシーやその時代の印象主義音楽の影響を、 濃厚に受けているが、後に、メシアン自身が提唱した、胃腸の限られた戦法をすでに巧みに用いている。オルガンのための組曲、主の交端で、胃腸の限られた戦法をはじめ普天リズム、不可逆リズム、ギリシャ、インドのリズム、鳥の歌などの語法を、初めて意識的に組織化して用い、以後自身の語法として発展させた。この頃までの九百三十年代の作品は、 火星やリズムを工夫することによって、土台となる基本的な調整は、はっきりし、共和音を多用しながらも、独特の個性的な響きを確立させている。電子楽器の温度マルトノにも早くから興味を示し、死後出版された最初期作品の、未完のページという温度マルトノとピアノ伴奏の、商品をはじめ、温度マルトノ6台のために書かれた組曲、美しき水の祭典。 あとに一部を世の終わりのための四重奏曲の第五楽章、第八楽章に転用。あとには合唱と還元楽のための神の現存のための三つ、章典霊楽、トゥランガリーラ公共曲、オペラ、アッシジの聖フランチェスコ三大仕様にも用いている。また前述のリズムを含む時間の感覚についても独特の個性を持っており、例えばある側面では、 天国的に長い時間と呼ぶ、従来の音楽よりもずっと遅いテンポを持つ楽章や、部分が多い。最初期のオルガン曲、天上の縁、パリ音楽院の卒業試験のために書かれた、最初の還元楽曲、忘れられた捧げ物のコーダ部分、同じく還元楽曲で後に、オルガン曲にも編曲された、キリストの天台音楽章などがそれである。これらは、オルガンや、 弦の持続音によって成り立っており、前述の美しき水の祭点も温度マルトノの持続音によって、やはりこの壮大な感情楽章が用いられている。後に、それが転用された世の終わりのための四重奏曲第八楽章では、捕虜収容所という曲弦に限定された環境の中で、たまたまあったバイオリンとピアノのために改作している。ゆえに、ピアノという減衰音楽器を用いて、 和音を連打しているが、もともとは持続音であり、前日の作風と合致する。この漢女楽章の作風は、晩年の最後に完成された、還元楽曲、彼方の先行の最終楽章にも通する。1940年代になると、より複雑で調整の判別しがたい作品が多くを占めるようになる。 第二次世界大戦での捕虜収容所で書かれた世の終わりのための四重奏曲、解放後に書かれたピアノ曲、幼子イエスに注ぐ二重の眼差し、二大ピアノのためのアーメンの幻影、歌曲、ハラウィなどである。作品もより長大な傾向を示し、幼子イエスに至っては全曲演奏は二時間を超える。しかしながら、後の晩年に至るまで、 メシアンの作品は皆長大ではあるが多学章に分かれ、一つの学章は長くても十分程度であることが多い。また学章によっては、従来的な意味での調整がはっきりした学章も存在し、調整の不明瞭な学章と対比させて、コントラストが与えられている。メシアン自身はこの調整的な学章を、キリスト教的な神の権限と捉えており、例えば、世の終わりでは、第五学章。 主イエス・キリストの永遠性への参加、第八楽章、主イエス・キリストの不滅性への参加と題されている。幼子イエスでは、永遠、蝶々氏和音と異蝶の限られた、先方、第二先方を組み合わせた、神の主題が用いられ、全二十楽章中、第一楽章と後の倍数の楽章、五、十、十五、二十では明確な永遠蝶々が出現し、神への賛美が語られる。 メシアンはこれら自作の解説を自ら出版符の冒頭に詳細に書き表している。また楽譜中にもインドのリズム、レー,レー、具体的な鳥の種類の鳥の歌などと注意が空きを入れている。そしてその集大成として、この時期までの自作を解説した著作、我が音楽語法が1944に出版された。日本では1954年に、 平置雄によって翻訳が出版されたが、現在絶版。1946年から1948年、セルゲイ・クルセビツキーとその財団からの移植によって、作曲したトゥランガリーラ公共曲によって、メシアンの作風は一つの頂点を迎える。この曲は、中世のトリスタンとイゾルで物語、また、インドの時間と愛に基づいた作品で、歌曲。 ハラウィ、合唱曲、5つのルシャンと共に三部作をなす。この作品は、異色条件に恵まれて、大規模な編成、ピアノソロ、ン度マルトの及び、大歓迎楽を持ち、メシアンの最も有名な作品として、クラシック音楽のレパートリーとして、世界中でたびたびそうされている。しかしながらこの後、メシアンの作風は、大きな転換を迎える。 1949年から1950年に書かれたピアノのための四つのリズムの練習曲の第三曲音歌と強度のモードは、普天を含む32分音符単位の音歌とクアジーピアノ、やや弱くなどの微細な指示を加えた強度が細分化されて用いており、新ウィーン楽派の十二音技法を強く意識させる音高のセリー、音列ともに、 厳密な管理のもとでそれらが組み合わされて作曲されている。これは戦後の現代音楽の出発点となったトータルセリエリズム、騒音で次法の理論を最初に提示した曲として重要である。後にパリ音楽院でのメシアンの生徒だったピエール・ブーレイズがこの曲と同じセリーを用いて構造愛2を作曲した。その後メシアンは トータルセリエリズムによる作曲を実践せず、鳥の歌などの従来の自己の語法を推し進めた。その集大成と言えるのが、1959年から1960年に作曲された還元楽曲、クロノクロミーである。レポード、ジョジョー短視系と名付けられた第六楽章では、多くの弦楽器がソリストとして扱われながら、鳥の歌だけで構成されるという得意な響きを持つ。 初演こそ前衛音楽に無理解な聴衆から多くの批判を浴びたものの演奏終了後の挨拶で舞台に歩み寄った際に聴衆の一人から危うく殴られかかったというメシアンの主要レパートリーとして現在では特に高い評価を得ておりパリ音楽院分析家をはじめとする作曲の分析の授業では定番として用いられる作品である他にも1960年以降の中期 後期作品では大規模な還元楽作品が多い。キリスト教に基づくものとしては四巻編成の巨大還元楽と合唱で二時間を要する我らの主イエスキリストの変容、カトリックのミサで唱えられる信仰宣言、二回アコンスタンティノポリス神条の終端部分に基づく各手我が死者の復活を待ち望む天の戸の色彩などが挙げられる。長年の協力者であり、 戦災の死去後に再婚したピアニストのイボンヌ・ロリオのためにピアノソロを配した還元楽曲も多く、前述の神の現存のための3つの焦点霊楽やトゥランガリーラ教曲をはじめとして、日本旅行の印象に基づくピアノと召喚弦楽のための7つの徘徊、鳥の歌に着想を得たピアノ競争曲、異国の鳥たち、鳥たちへの目覚め、全曲演奏で3時間を超える、 ピアノ曲集、鳥のカタログといった作品が挙げられる。オルガン曲も大規模な曲集を多く生み出し、オルガンの書、精霊降臨祭のミサ、生産未一体のための瞑想、生体秘跡の書などを作曲した。晩年も、精力的に創作活動を続け、また1960年代には影を潜めていた、調整的思考も復活した。 アメリカ合衆国ユタ州の大自然に印象を得た90分の大作、強国から星たちへ、フランスの国家プロジェクトとして、小沢誠治の指揮で初演された上演に6時間を、要するオペラ、アッシュジの聖フランチェスコ、最後に完成した作品でやはり80分の大作、カナタの先行がある。最晩年には、よえ、競争曲の作曲を試みたが、こちらは未完に終わり、イボンヌ・ロリオが、 ジョージ・ベンジャミンの協力の下で、個室完成させた。著作も大変多く、特に初期の著書、我が音楽語法は、日本では、平置潮のわけで1954年に出版されて、以来長らく絶版だったが、音楽言語の技法と解題されて、細野の後期のわけでヤマハミュージー、メディアより2018年1月に出版されることとなった。中でも、胃腸の限られた先方、 MTL は広く知られ、晩年まで彼の特徴的な雰囲気を形作る、一つの要素として様々に使用されている。我が音楽語法を残した後、前衛の時代に入っても、独自の探求は継続し、クロノクロミー、天の都市の色彩では、理論の複雑化が頂点に達した。メシアン本人は、我が音楽語法の続編をリズムの協定として、 簡易なブックレットの形で出版する意向を強く望んだが、その望みが果たされることはなかった。メシアンの死後、残された意向集をすべて出版する計画が始まり、全7巻の意向集、リズムと色と鳥類学の概論トレイトデリトメ、デクルー・ルイディ・オーニトロジがラデューク社より出版された。個人の残した音楽理論書としては、最大の規模を持つ。これとは別に、 メシアンによるラベル楽曲分析がイボンヌ・ロリオの監督の元賞冊子として出版され、日本語版は野平一郎の訳によって全音楽不出版社より出版されている。新日課でもあったメシアンはクロード・サミュエルとの対談の中で日本についての個人的愛着を公言しているのを確認することができる。文化や自然、景色や人柄、そして和食についても言及し、 イボンヌ・ロリオも、同様に、日本が好きであることに触れ、1985年代に1回、京都賞思想、芸術部門、音楽分野受賞の際にも共に来日している。日本人による国内の活動としては、芸術家グループ実験工房が、その活動期であった1950年代に、前奏曲集、アーメンの幻影、世の終わりのための四重奏曲などを、日本初演し、 ピアニとは、実験工房メンバーの園田隆弘、メシアンの研究と、日本紹介に努めた。またこの活動は、メンバーの作曲家、竹光徹や湯浅丈二などの初期の作曲活動に、多大な影響を与えている。1962年に、イボンヌ・ロリオを伴って来日した際、NHK の主催による以下の3つの演奏会などが、模様された。なお、 各項目においてのみ、曲名表記は当時のポスターに従った。メシアン夫妻は東京だけでなく、都市部から田舎まで様々な場所を訪れている。軽井沢を訪れた際には、ホトトギスをはじめとする日本の鳥の声を財布した。この他に、奈良、山中湖、宮島なども訪れている。画楽の演奏にも接している。日本旅行の印象が後に、 七つの徘徊、1962年というアンサンブルのための作品にまとめられている。章や七力がメシアンの語法を用いて巧妙に模倣されている。七つの曲からなり、それぞれの次のようなタイトルが付けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。